どうもこんにちは、ランニング好き整体師藤村です。本日は正しい姿勢の歪みの改善の順番というのをあなたにお伝えさせていただきます。で、姿勢を改善していくときにですね、実は順番というものがあります。まず最初に見ていかないといけない部分というのがここです。骨盤です。なぜ骨盤から見ていかないといけないかというと、骨盤が片方に傾いてしまうとですね、その上の腰骨や背骨というのがバランスを取ろうと C の字に曲がってきます。そうすると片方の肩が上に上がって片方の肩が下に下がるような形になります。そうするとこれもまたバランスを取ろうとして傾いた肩を強引に上に上げようとしたりとかっていう反応が出てきます。つまりこの骨盤っていうこの一番最初の土台の部分の傾きがあることによって、その上の体の部分は全部代償しようとして歪んでしまうんですね。なのでまず最初にしっかり骨盤を左右対称の高さに持っていかないといけないです。で、次に見ていかないといけないのがこの胸腰椎、背骨の部分ですね。背骨、骨盤がまっすぐなっていたとしても、その上の背骨がこうね C の字に曲がってしまっていると、先ほどお伝えさせていただいた通り片方の、ね、肩が上に上がってしまったりとか、片方の肩が下に下がってしまうような反応が起きてくるので、またね変にね下がった肩を強引に上げるような緊張とか、はい、そういった、まあ、もしくは下げるような緊張っていうのが入ってきてしまうので、この背骨がね今度曲がってしまうだけでも肩に変な緊張が入ってしまってバランスを崩してしまいます。ですのでまずこの背骨をね、骨盤整ったら背骨をねなるべくこうまっすぐになるように、調整していかないといけないです。で、最後がですね、その歪んだ肩甲骨ですね。肩甲骨の高さ1ですねを整えてあげるっていうことが実は重要になってきます。僕の中で、まあ、大事なのはこの3つのね場所が重要かなと思っているんですが、まず骨盤を整えて、背骨を整えて、肩甲骨を整えていくっていうこの順番が非常に重要になってきます。結構間違っているのがですね、まあ、姿勢を見てても片方の、ね、肩が上がっちゃってるから、じゃ肩甲骨の位置だけしっかり整えれば、姿勢の歪みっていうのは取れるかって勘違いされている方が多いんですが、いやいや、実はその肩甲骨の歪みっていうのは骨盤の歪みから自然と、体のバランスを整えるために肩甲骨が変に緊張して歪んでしまっているかもしれないですし、背骨が曲がって肩甲骨に緊張が入って肩の高さが変わっているかもしれないので、まずはねより下の部分から、土台となっている部分からしっかり見ていかないと姿勢というのは根本的に改善されないっていうのを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ということで話をまとめると、正しい姿勢の歪みの改善の順番というのは、下から骨盤、背骨、肩甲骨という順番でしっかりまっすぐ整えていく必要がありますよということでした。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。